13頭が出頭するブリーダーズカップクラシック、玉安入って13頭のゲートイン完了。シガーがどんなレースを見せるのか、待機ブリザードも楽しみスタートしました。ブリーダーズカップクラシック、シガーはまずまずのスタート。そして内側の緑の勝負服待機ブリザード岡部は若干後ろの方に下げていきます。正面スタンド前の先頭争い、外の方から青い帽子のアティカスが上がっていきました。そしてその内側に黄色い帽子のルイカトローズ、さらに内出し沿いにマウントササフラといった展開で正面スタンド前のストレートを過ぎていきます。緑の帽子、そして緑の勝負服、外から2番目待機ブリザード岡部はこの位置、正面スタンド前の直線を過ぎて1コーナーに入っていきます。先頭はアティカスが逃げています。1馬身離れてルイカトローズ、外の方からアルファベットスープ3番手に上がっていきました。内出し沿いにマウントササフラ、そして注目シガーは現在5番手の位置。2コーナーを過ぎて向こう正面に入っています。縦に長い展開、アティカスが逃げてルイカトローズが続きます。マウントササフラ、アルファベットスープ、そしてシガーが5番手争い、1頭遅れてマホガニーホールがいますが、待機ブリザードは現在後ろから3番目の位置。先頭を逃げているのはアティカス、リードが1馬身から2馬身、2番手にルイカトローズ、内出し沿い茶色の帽子がマウントササフラ、外の方緑の帽子がアルファベットスープ、そしてシガーは現在5番手争い。だんだんこの差が縮まってきました。向こう正面を過ぎて間もなく3コーナーに入ろうというところ、この辺り先頭のアティカスのリードがなくなってくる。先頭アティカスリードがなくなってきて3コーナーに入りました。2番手にはルイカトローズが上がって、そして外の方からシガーようやく上がってきた。シガー外から上がってきた。アンジョーベイリーは外に持ち出してくる。先頭はこの辺りでマウントサザフラに変わった。マウントサザフラが先頭、3コーナーから4コーナーに抜けて最後の直線、シガーが外から上がってきた。ベイリー外に持ち出してシガー前を伺おうというところ、さあ最後の直線、先頭はマウントササフラ先頭、外からシガーが追ってくる。そして中からアルファベットスープが先頭、ルイカトローズが中、外からシガー、先頭はアルファベットスープ、2番手にルイカトローズでゴールイン。勝ったのはアルファベットスープ、ルイカトローズが続いて、シガーは追い込み及ばず3着。